本日は明日ね、久々にね県外のお客さん来るんですけどね、注文がね、混ぜ混ぜサラダ、エビピザ、グラタン、フィッシャーズチップス、持ち帰りにアトムサンド、ダンでね、ちょうどね、ホワイトソースの在庫がなくなったので、これからね、ホワイトソースをね、作ろうと思うんですね。でもね、店終わってからの仕込みです。今ね、2時半ですね、2時半。2時半だ。でにね、まずね、バターね、これ常温さ戻しときましたね。このね、200g、下はね、グラタンだべ。基本的にチキングラタンね。バターまたね、何回も言うけどね、焦がせば終わりですね。やり直しです、焦がせば。食べるにはいいけど、見た目がすごい悪いです。グラタンの焦げなのってやばいよね。でね、焦がしていきますね。じゃあね、バタッと溶けたらね、小麦粉入れていきますね。小麦粉炒めますね。小麦粉入れますね。これはね、ダマになっても大丈夫です。後でこしますので、いつもながらね。これでね、あれも作りにいいんだよ。クリーム、これさ、砂糖と蜂蜜とバニラエッセンス入れれば、クリームパンのね、クリームができますね。うちの袋は昔よく、うち栄えるとそれ作って、おやつに机の上にあったもんです。楽しみでね。このくらいね、このくらいでいいかな。あと一杯だけ入れるか。この辺ね、ちょっと入れすぎるとね、階段で最後はね、こうちょっとずつこう入れる。こうボソボソ見たくなったらね、 OK ですね。これね、焦がせば絶対ダメなので離れられませんね。牛乳粉ね、大体小麦粉ね、それで、バター 200g さ、だいたい小麦粉、400g くらいかな。少しずつ入れてね。結構ダマできるけど、ね、後でこすので大丈夫です。とりあえずね、ここはね、あとはこうドバッとやらないでね、ちょっとずつね。これやるとね、次の日ね、右腕がね、筋肉痛なんです。だからね、あまりね、作りたくないんです。味付けはね、塩だけです。塩とコンソメがね、ね、あまり急にドバッと入れるとね、この混ぜるのが大変になるので、昔コック時代はね、一日中やってました、こういうこと。こういう感じでね、ずっとね、やっていきます。時間にしてね、30分くらいかかりますね。本当にね、焦げると一巻の終わりなので、こういうのはね、普通ね、例えばね、こういう仕込みってね、
営業時間内でね、暇だ時やるんですけど、これはね、途中でお客さん来たりすると絶対困るので、やっぱりね、こう店終わってからね、夜中やりますね。夜中だらね、まずね、来るといってもね、大五郎がね、遊ぶべしーって来るがね、匂いを嗅ぎつけてね、熟女がね、長つくてらのーって来るがね、そのくらいなので安心なのです。私の噂をしていたのかな。はい、熟女の噂をしていたら熟女が来ましたよ。上まで聞こえたわ。あーもう美味しそう。ここにさ、パスタを入れてさ。まだ今牛乳と小麦粉とバターだけだ。もう出来上がりぐらいに見えたんだけど。大変なんだでしょうね。私出来上がったの食べるんだ、うん、明日カヘラ、うん、あ、本当に明日エビグラタンカヘラ、やったー。熟女エビ大好きなんだけどね。あ、エビせん買ってきてもらってた。なんだっけ、わかんない。だ、エビせん買ってきてくれた人いたな。あれ、熟女に行ってな、いつも、うん、あ、エビせんはさ、あの人、何くんだっけ、顔を思い出すんだけど、いつも名前、牛乳といつも勝ちすぎるトラックの運転手、川村くん。川村くんだ。川村くんと調べな。コロナ関係になってから川村くんもほとんど忙しいって言ってたよね、うん、来てないしな、トラックの運転手さんならね。もうホワイトソースなんてもう何十年も作ってない。うや、二人分とかだらや、うん、済むだんね。ちゃっとね、もうこれ。だってこっからまた越すんでしょ、ちゃんと、うん、ね。いや、私マスター元気なうち、死ぬまでご飯作っててね、一生懸命仕込みして。なな。だ、旦那のコンズくん帰ってきて、あ、もう一緒んだら、ほら、コンズくんの番組飯も作ね、毎日。この間、朝飯は奥さんの熟女。昼飯、昼弁当どね、うん。晩飯は交互で、熟女とほらが、コンズくんの晩飯を買える。もしもほら店忙しい時だったらさ、もう店にただいまって来てもらってご飯食べて。いや、店忙しいわ。あ、牛乳約3リットルですね。焦げてきた。こっから、こっからがや、もうや、もう手がや離せない。大変なんだでね、このきめの細かいザルね、これをおいで、しますね。でね、暑いですね。暑いうちに越してくださいね。それがさ、俺のバイクさ、一台さ、東京さ、いた時も20年以上前に乗ってたやつさ、まださ、練馬ナンバーのままだのさ。してさ、今東京感染やばいじゃん。でさ、その練馬ナンバーつけたバイクさ、の来年だよね、石ぶつけられればね、大変だからね。それこそ、あれだ、ナンバーの上さ、青森県在住ですってね、跳ねば前にいたもんね。まあね、違うバイク乗ればいいんだけどさ。でもさ、この間もさ乗ったんだけどさ、
ヨナが大無いない時の。うちの姉さんもさ、今港区港南に住んでんだけどさ、おふくろのこの間6月のね14日おふくろの一周忌だったの、帰ってこれない。なんでうちね今お寺も何も行ってないのでね、お坊さんも来ないしね、まあおふくろのたっての希望だったから。おふくろはそうし、まあ生きてる頃は年取ればそういう話みんなするんだけど、葬式は息子娘2人でやってくれと、そういうあれだったので、まあね、姉さんとおらと、あと塾上もねおふくろさん弁当作ってけだりね、いろいろしてたので3人でおふくろの通夜とかね葬式やったんだけど、で一周忌はね、姉さん帰ってこれなかったので、これあと塾上でやりましたね。お寿司とねおふくろの杉田団子買ってね、という感じで、これクリーミーだべ、これね、クリーミー、これにねホワイトソースできたので、これにねあといろいろ具材を入れていきますね。グラタンに入れる、ホワイトソースに入れる玉ねぎね、玉ねぎこれをね炒めるね、炒めるんだけど、私ねホワイトソースの場合はね、マーガリンがね、マーガリンかバターで炒めてくださいね。たっぷりね、たっぷりで炒めますね。バター風味のマーガリンでもいいし、その辺はねお好みに応じて。これもね、はい、焦げてきた。焦がさないようにね、弱火でね。あれ？ちょっと焦げましたこれ。また焦げだ。やり直したこれ。もう一回やり直したこれ。残念。焦げたのが散らばってしまいました。あ、少しお焦げが入ってしまいました。これね、絶対ねホワイトソースはねお焦げダメなんです。見た目悪いからね。ちょっとね目離すとねすぐね焦げるので、焦げたのはね残念ながら使えません。なし焦げだべ。多少はまあ自分たち君ならいいんだけど、お客さんさたらずやつなのであまり焦げるとねみっともない、みっともないつがね、これさ焦げる原因ってさ、焦げる原因ってこの黙ってこう固定させればね、固定つがこのフライパンの中で動かないと焦げるのね。動かしてる分には絶対焦げませんね。こうやって動かしてれば絶対焦げませんね。焦げませんつか、焦げ色がつきません。でね、これね、玉ねぎ汚れ流せるときほぐし入れるんだけど、これで炒める場合はね、固まったまま入れてもね、火通ってくると自然にね、剥がれてくるので、うん、大丈夫ね。ね、ちょっとこうやって見てさ、焦げ色ついたのはちょっと外していきますね。必ずずっと動かしての結構ね、塩こうめね、しょっぱくてもいいんだ。そしたら後でグラタンをね
塩でね調整するので多少しょっぱくても OK です。でね、ずっと動かしてるねフライパンね、それでも焦げる時あるからね。よし、胡椒はねホワイトペッパーね、こっちのね入れるものをさ、こうやってね味付けしていけば、これだんだんね一気にねなかなかね炒まらさないんだけど、だんだん火通ってくると一気にね色変わってくるんだよね。その辺ね火つけないとねホワイトソースが本当に火使いますね。まあ後でねオーブンで焼けばグラタンも焦げ目つくんで、ちょっとねここから画質変わった、カメラ変えました。ずっと撮ってたカメラの容量が少なくなって、これはね今カメラ変えましたね。なんだってね10年以上前のカメラ使ってるもんで、私いいの買おうと思うんだけど、いいの買おうと思うと俺の得意な車1台買えるんですね。だからどうしてもねそのカメラ買おうと思ってね、お金をね貯めるとね車買ってしまうんですね。なんかカメラに関してはねまあとりあえず映るからいいかなと、そういう感じ。まああまり皆さんも画質悪いとか言われたこともない、ね、ホワイトソースねかき混ぜながらね、このくらいでいいですね。これねでね、でね玉ねぎ入れますね。これね バターたっぷりで炒めた玉ねぎを入れます。これはねこうかき混ぜて少し牛乳入れていきますね。でも少しずつね、あまり気に入れでかき混ぜるとさまだダマになるので、せっかくね網でこしてこうクリーミーなホワイトソースにしたんで、できるだけこの後気使ってね、本当にね気使うんだこのホワイトソースね。まあ夜中と朝の4時半ですね。今日2時半頃から仕込み始めましたね。明日っていうか今日一日雨だそうなので、どうせも外に出られないのでバイクもいじれないし、多分ずっとお料理してますね。ちょっとねチキンコンソメ入れますね。チキンコンソメでね、練ります。これはね昔1リットルから2リットル牛乳飲んでたの。何も可燃でね牛乳橋飲んでた時もある。朝起きればカフェオレまず 500cc 飲むね。ずっとね、でもね前立腺のがん見つかってからねあまり牛乳良くないんだそうだ、前立腺には。でもなんで牛乳でも過ぎたはんでさ、まあ調べたらさ、まあ牛乳もほどほどにということなんでもな、まみてく1日2リットルとかさそれならよくねえけど、ほどほどにと、まあその1日 200cc とか普通の人飲む分にはそんなに問題ないって書いてたからさ、たまにみんなさ来る時頑固じいさんの牛乳とかでジャージー牛乳とか買ってしてくれたり、あとたまにスーパーで高いけど美味しそうな牛乳瓶のの見つけたりすれば飲むんだね。でやっぱりさ分かったんだけどさ、たまに飲むと
この上なく美味しいね。うん、これもねずっとこうかき混ぜてねばさ、牛乳でこう薄めでいってさ、これさもう今日なくなっちゃったな、あとマッシュルーム入れればベースができますね。でこれでね、いろいろグラタン作るときさ、チキン入れればチキングラタンだしね、エビダの入れればエビグラタンだしね、シーフードでね、塩こでんで味こ整えますね。でね、グラタンはねなぜかね味の素入れると美味しくなる。めったに使わないんだけど、この味の素ね、グラタンだけはさ、前も喋ったんだけどさ、味の素入れるとさ美味しくなんだよね。なんでかね、あまりこれね化学調味料なんで良くないって言うんだけど、これはね、こっちはベースだからね、あんまりこうちょっと味薄いかなってところでやめといた方がいいんだ。でね、本格的に焼いたりする時にね、これうん、もうちょっと塩だな、微妙だとこだ、これ今さ一番微妙だとこだ、これちょっと入れすぎればさやばい、こんくらいだ、だめね。きね、よし、よし、ベースができました。なんかすげえ美味しい、玉ねぎ食ってみるかな。うん、玉ねぎも甘い。よし、よし、で明日、今日はそんな気温高くないので出していっても大丈夫ですね。今の梅雨の時期はね、ああでも冷蔵庫整理でいこう、これね冷蔵庫整理できます。粗熱今取ってね、ちょっと蓋少し上げといて粗熱取って、今日は冷蔵庫にしまっていきますね。いつもながら美味しくできますね。これも厨房の神様のおかげですね。まああと明日ですね。まあね、これねベースがちゃんとできましたね。これね今日は綺麗にいきました、全く焦げもなく。がね、これにねマッシュルームを入れますね。まだね、私の好きなマッシュルーム缶ね、ね、マッシュルームいいですね、いますね、ね。でこれをカマカマですね、カマ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 、マッシュルームと玉ねぎがねいっぱいね入りました。今日のねお客さんのはねチキンとキノコのグラタンですね。うん、これはね皮すぎたんだけど、皮嫌いだって人も多いので皮ね取りますね。一応ねこれはすぎらないな。もったいないな。皮ある程度本当はねいっぱいあればね調理するんだけど、1枚分なのでいいかね。でね、鶏肉ね、はい、鶏肉炒めますね。次ねしめじね、あの、広大にから、なんだ、なんとかって、茶漬けの人たち、ここに、うん、
5人また来たの。体重タッチ。うちね、パインね、パイン系のカクテルとかね、パインジュースもんだけどね、パインの実粉をね、いっぱい入れるの。食えるように。なんかみんなね、癖にして頼むんだよね。パイン忙しいときは、でっかいの2個なくなったりする。キノコと鶏肉ね、今日はね、グラタンね、マカロニは入れません、今日は。ワインね、白ワインね。まあ、そういうわけでね、今、炒めたのさ、こう、ホワイトソース入れますね。でね、こう。でね。あの、お忙しい中、すいません、あの、プリンカルアミルクとプリンピーナッツミルク。全然無理だね、今ね。パインジュース。まあ、ほぼ、まあ、無理だね。知った。ああ作ってないんだよ、お客さんのまま作るやつでね、これね、このキノコとこういうのを入れるとね、味が変わるんです。でもいいかな、ほんのちょっと塩だな、ほんのちょっと。いや、入れすぎれば大変だな。こんくらいでいいな。これね、少しこうね、水気飛ばすんです。でね、この器にね、これね、を塗りますね。マーガリンでもバターでもね、ソフトバターでもね、塗りますね。今日もね、生演奏ですね。後から BGM が生演奏に変わると思いますけど、こうやってね入れていきますね。でね、そしたらね、これにねチーズね、とろけるチーズね、チーズね、チーズ好きにはたまらないくらいチーズ乗せますね。もうピザ食って、ピザでね、グラタン食ってんだが、チーズ食ってんだがわからないくらいチーズ乗せますね。こういう感じですね。じゃあね、この上にね、バターね、バターね、バター、バター大事ね、これ絶対乗っけるように。だからね、パン粉たっぷり、これも大事ね、パン粉。もう困ったくらいパン粉。よし、これをねオーブンで220度10分焼きますね。これこれ、グツグツって音聞こえる、これね、これこれ、グツグツって、これ